一号艇の福来剛選手です。初日五六枠連勝大きかったですかね。そうですね。あのそこからがすごい良かったんじゃないかなと。はい、はい流れも来ていると思います。四十、うん、号機、まあマスターズリーグ鈴木宏選手を主勝して、まあ実績もあるモーターなんですが。はい、ここまでの手応えの推移はどうなんでしょうか。はい、うん。 なんか上には上がいる感じなので、ええ、バランスは取れてて中継より上かなっていうくらいなんですけどまだ決して上位っていう足ではないかなっていうふうに思いますあ、まあ、いろんな部分で上はいるというところですね。そうですねただ全体で悪くないと、はいとはい 今日はちょっと天候崩れてますけど調整は何かか考えますかうーん朝乗ってみてちょっと回転が上がってなかったのでしっかりと回転合わせられればあの問題はないと思うので、うんはい、回転調整だけちょっとしっかりやりたいなと思いますもちろんインコースからだと思うんですけど、はいえー、スローのスタート具合、まあ、タイミング見ると決まってるようなんですがどうですかうーん 思ったより届いてないなっていう時とかがあったりするので、うんはい、まあ、そこら辺をしっかりと、あの、今日また天候が違うので。ええ、あの、しっかりと間の調整は、うん、はい、していきたいなと思います。はい、まあ、センターあたり、ちょっと飛んでいきそうな選手もいるんでね。そうですね。そこら辺しっかり受け止められるように、うん、あの、ええ、質のいいスタートを、はい、うん、心がけたいなと思います。はい、わ、はい、かりました。今年二度目の優勝がかかりますが、はい、今日はいい夫婦の日でございますので、奥さんに一言お願いします。はい、はい、えー、っと、いつも、ええー、美味しい料理。 えー、ありがとうございます。えー、今日は、えー、いい枠で乗れたので、しっかりと、えー、いい結果を残せるように、えー、頑張りますので、えー、応援よろしくお願いします。二号艇の小山靖雄選手です。いつもおめでとうございます。はい、ありがとうございます。二、えー、日目六コースマークリーコール三連隊と流れに乗った印象もありますが、えー、振り返ってどうですか。まあもう今節いい流れで来ていると思います。はい。はい、えー。ただ手にされたモーターはまあこれが初出で実績もなかったんですけど、はい、現状どんな仕上がりなんですか。現状はあの伸び主体で。 あのだん,だん乗り心地も良くなってきて、うん、はいあの十分納得します。数字以上はある感じですかね。はい、もう十分数字以上あります、はい。このメンバーの中ではどういう評価になりますか。あの優勝戦に入ると、うん、少し身をとりしてるんじゃないのかなとは思います。二、うん、コース向きではないというコメントを見たんですが、そのあたりどうなんですか。はい、まああの道中刺した感じとか出足が少し甘い感じがしたんで。 まあそこら辺やっぱし差し向きじゃないのかなっていう感じはあります。準優はゼロ号の気合いのスタートでしたけれども、スタートの決まり具合どうですか？はい、はい、あのスタートはある程度いけてると思います。うん、はい。そして、えー、今年二度目の優勝もかかりますけれども、えー、今日はいい夫婦の日ということで最後に奥さんに一言お願いします。はい、はい。あのいつも支えてくれてあれありがとうございます。えっ、ー、と来年で十年目になるんですけど、これからも えっと一緒によろしくお願いします。3号艇金田聡選手です。有ュースをありとうございます。ありがとうございます。準優、えー、の一着、区切りの衣装だったみたいですけれども、コンセスここまでどうでしょうか。まあ自分なりにはいい流れで来ていると思います。はい。まあ63号機は、えー、ちょっと前にね、トビ選手も水準採用した元のイモーターですが、はいえー、どのあたり特徴としてはありますか。そうですね。やっぱり行き足から伸びがしっかりしてると思います。うん、はい。 それはもうずっと節貫通して、そうですね。はい、はい。今日ちょっと天候変わってますけど、どうでした？そうですね。今朝乗って、はい。まあいい感じにはなってるかなと思うんですけど、はい。えー、ええー。スタートも大事だと思います。ここまでどうでしょうか？はい、いやー、全速で行けたのがまだ記憶で2回だけなんで、うん。まあしっかりそこは掴みたいですね。はい。はいえー、基本サンコーススローを考えてます？そうですね。スローから多分行くと思います、うん。金田選手は戸田のサンコースというのは好きですか？ 別に、どこも好きですよ。うん。ロックースとか以外は。ええ、地元ですからね。はい。はい。えー、今年4度目の部位もかかるということで、<っ>あとは今日いい夫婦の日ですから、最後奥さんに一言お願いします。奥さんにですね、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 四号艇杉山浩成選手です。輸出おめでとうございます、はい。ありがとうございます。ですは一勝ですが、しっかり輸出はさすがだと思いますが、どうですか。いやー、そうですね。ちょっと二着ばっかで、もうちょっと勝ち切りたいなという感じはしますけど。まあ、あの輸出できたんでよかったです。四号機、まあ、前回優勝しているんですけども。どうなんでしょう。実質動きとしては。まあ、言われる足ではないんですけど。はい、まあ、あの伸び中心に、まずまずいい汗してると思います。うん、はい。 えー、順位はちょっと伸び意識されたということなんですけど、はい。今日優勝戦チルトとか含めてどう考えてますか。まあ一応ゼロベースでもうちょっとプロペラをしっかり調整したいなって感じがします、はいえー、天候ちょっと今日変わってますが、はい、そのあたりどうでしたうん、まあ、一応もう自分が思ったようにとりあえず朝叩いてまだ乗ってないんですけど特訓行ってしっかり感触確かめてっ四て号艇ですが4角働想定ですかね。 そうですね。あのー、自分で展開作ってもいいし、あのー、金城さんがいい伸びしてるんで、まあそれに乗っかっていい展開はいあのー、入れればなと思います。そうですね。はいはい。はいえー、さそれでは優勝に向けて、今年で3度目の優勝もかかりますが、今日いい夫婦の日ということで、はい、最後奥さんに一言お願いします。はい、えー。いつもえー、っといろいろとありがありがとうございます。えー、これからも、えー、サポートよろしくお願いします。 5号艇、伊藤正壱選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。注目の1号機、転、えー、示されました。まあ、中盤あたりから成績だけ見ると、良くなったのかな、引き出したのかななんて思うんですが、実際どうなんでしょううん、そうですね。まあ、悪くはないんですけど、まあ58、58%っていう数字考えると、もっとスリットらへん、ぐいっと伸びてくれる、うん、伸,びほ伸びてほしいですね。ああ。いいところってあるんですかでも全体的にいいと思います、ね、あ<ー>はい。 ただ、そのスリットのところがもうちょっと欲しいんですね。えっと、まあ、数字考えたらもっとい言ってほしいですね。はい。今日はちょっと天候も変わってるんですけど、そのあたり含めて調整はどう考えてますかえっと、まあ、しっかりプロペラ合わせていきたいと思います。本体に関しては手はは、今はもうやらないです。はい。本体には手は入れない。はいうん 分かりました。5号手になりましたけど、まあ、ダッシュ想定だと思いますスタートはどうですか、えー、思い切っていけてると思いますうん。あとはそのあたりの足スイート金額来てくれればとさらにいいというところですねわ、はい、かりました、えー、これで今年2度目の優勝がかかるということになりますので最後にもう一言お願いします、はい、頑張ります 六号艇の新川哲平選手です。優勝めでとうございます。はい、ありがとうございます。新川選手は戸田連続優勝となりましたけど、はい、そうですね、最近戸田何か雰囲気いいですかね。そうですね。あのあんまり得意っていう意識はないんですけど、<laughs> ええ、なんかあのペラが最近戸田は合うような気がします。<あ>はい、そうなんですね。とえ三十六号機初優勝なんですけど、はい、ここまでの手応えの推移ですね。現状どうなんでしょう。そうですね。あのターン周りはしっくりきてるんですけど、はい。 伸びに関しては上がちょっといるかなという感じはします。ということは、昨日までの感じだと展開つけるようなグリップ感あるということですそうですね、はい。ただ、コメントを見ると、思い切って伸び寄りにもしようかなっていうコメントを見たんですが、そうですね、一応朝、ちょっと特訓で、それは試してきたんですけど、それ、どういったところでチルトの部分で、ここからまたペラで調整しようかなとは思ってます。 ということは伸びよりでもう行こうとそうですねちょっと伸びをつけていこうかなとは思ってますはいじゃあ一発仕様にしてみようかなみたいなまあそこまでねあの伸びる形になればいいですけどまあまああのちょっとでも伸びてくれれば展開が向いてくれるかなっていう感じでいきたいと思いますわかりましたスタートに関してはどうですかスタートに関してはですねえっとまあぼちぼちはいあのどっちもスローもダッシュもいけてると思うんではい わかりました昨年1月以来の優勝もかかりますが、はい、今日はいい夫婦の日ということで、最後、奥さんに一言、はいはいえー。いつもお世話になってます、えー、と感謝していますあの、頑張りますんで。はい